です。こちらで、ベントレのアルナージを今やってるんですけども、実は、1週間ちょっと、撮影をせずに作業してました。何の作業をしてたかと言いますと、前にビデオを見ていただいたらお分かりだと思うんですけども、クーラーを塗ってる時に弾きが出てしまったんですね。で、その弾きを処理するのに、クリアを、何層も重ねて、で、そのクレーターのところまでこう重ねていって、まあ、クレーターがなってるところまでこう削れば、クレーターがなくなるっていう理屈で、1週間かけてね、磨いてました。それでね、磨いてる作業っていうのはもう本当に、なんていうんですかね、単調ですし、見ててもね、同じ作業の繰り返しなので、撮影はしてなかったんですけども、結局ね、それを作業をしても本当にベースギリギリまでクレーターのその深い部分がですね、ギリギリまでのところの、まで達してる弾きなんかもあったので、その作業ではね、結局取りきれなくてね、それで結局、もうしょうがないということで、もう一回ね、養生をしまして、で、クリアだけ、かけました。磨いてて下地、ベースが出てしまったとかっていうトラブルはなかったんで、1500番の、スコッチブライトを当てて、で、空研ぎして、で、また、シリコンフでね、もう一度掃除して、で、養生してクリアだけ拭いたっていう感じなんですけども、それでもね、やっぱりね、弾きました。ちょっとね、その弾きの原因がね、まだ解明されてないんですけども、どっかからね、こうふわふわ漂ってきて、まあ、ピタッてついた弾きがほとんどだと思うんですね。下からこう浮いてきた弾きではなくて、どちらかというとこまあ、原因には間違いないんですけども、ただどこから、ふわふわ来たかっていうのはちょっと分かんないんですよね。ゴムが結局古くなって劣化すると、ゴムの表面をシリコンフでこう拭いても、その古いとどうしても油っていうのが、古くなれば古くなるほどゴムの性質上なのかちょっと分かんないですけども、その油がこう出やすくなるっていう話をちょっと最近。結局そのさっと表面を掃除しても、結局そこからゴムが浮いてきて、で、それが結局飛んで、まあこう吹いてたら、どっかからこう風が微妙に入ったりとか、こう吹き返しとかで、それはちょっと私が昔からお付き合いのある塗装屋さんなんですけども、そちらでちょっと相談したんですけども、そちらでそういう話を、あとは、考えられるのは、ブースのフィルターが劣化して、まあ、その劣化した毛羽が、ふわふわ飛んで、まあ、ついてるのかなっていうのもあるんですね。ただ、オールペンに限って弾くんですよね。この、まあ、車は特に弾いちゃったんですけども、普通に最近のね、新しい車の側面、フェンダードア2枚クォーター塗った、車もあるんですけども、それは弾きが一切なくて、ただオールペンやると、何箇所かは弾いてるっていうのが、まあ、前々からあったんですけども、まあ、ここまでね、弾きがすごいっていうのはちょっとなかったんですけど。まあ、ゴムなのか、あとはそのブースのフィルターなのか、あとはまあ近くで、そういう556とかね、そういう潤滑系とか、あとレザーワックスとかの、霧になるやつとかも、結構問題になって、そこの会社ではね、これ弾きっていうのはね、ちょっとね、原因がなかなかつかめないんで、ちょっと難しいですよね。で、
今ね、どういう状態かちょっと、クリアだけね、塗った感じで、で、ある程度ね、こちら側はね、磨きが終わってる状態です。で、屋根の方もね、だいたいね、これちょっとうっすらね、チリがかぶってますけど、だいたいね、さっとこう磨いた感じです。で、反対側ですね。で、トランクは、トランクも結構弾いてたんですけども、磨き込んだらね、その、弾きの、その、クレーターがね、ほとんども取れて、なくなったので、トランクの方はクリア吹いてません。で、もしね、万が一またなんかこう、一応これも、トランクこれ磨き終わってるんですけども、こっからまたね、また別で、肌調整ではないですけども、コンパウンドで磨き込むんで、その際にね、また何かあったら、このトランクだけまたクリアをね、拭くっていう可能性もあるんですけども、とりあえずはね、トランクはこれで、いいかなって感じですね。で、反対側はね、こういう感じです。ね、こういう感じです。まあ、氷害で、もともとね、氷害の車で、その氷害のところをね、へこみとかそういうの気にしてやってたんですけども、そっちよりね、なんか話題がすり替わっちゃってね、弾きの方にがもう気になっちゃって、それどころじゃなくなっちゃったんですけどね。まあ、とりあえずね、その弾きでクレーターになってるところっていうのは、よく見たんですけども、ほぼほぼゼロ、ですね。で、クォーターパネル、こちらのクォーターパネルね、これまだ磨いてないんですけども、これゴミね、ここにゴミと、あとクレーターがあったところですよね。これはここクレーターがあったところですよね。で、ここのあの、柚子肌、この塗装の肌がありますよね。肌の深さと、ここのね、クレーターの深さが大体同じぐらいまでね、これ1500番のピーチで、擦って、ここまで落としました。で、ここからね、1500番の、ダブルアクションで研いでもいいんですけども、2000番でね、ちょっと1500番よりも、まあ、2000番の方が研げないんですけども、目が細かくなるんで、なんすか、コンパウンドでバフがけした時にね、そのバフがけの手間が少しね、省けるというんで、ちょっと2000番でやろうかと、思ってます。で、実はね、こっちのね、磨いたのもね、2000番当たってます。1500番でと思ったんですけども、まあ、もうね、1週間ね、コンパウンドでね、こうバフがけでこう磨いてたんで、ポリッシャーでね、もうね、疲れちゃって、もうそのポリッシャーをね、ちょっと見るのもね、ちょっと苦痛になってきたんで、なるべくね、ポリッシャーを使わずにね、ちょっと作業したかったんで、そういうので、まあ、2000番でやりました。で、まあね、2000番でも1500番でも、その上の2500番、3000番とありますけども、まあ、どれやっても、どれ使っても、一緒です。ただ、どこまで肌をね、持っていくかによります。本当にこういうね、ゆず肌を残したい場合は、この肌がなくなっちゃったらダメなので、こういうのはね、もう3000番とか2500番でさっと磨いて、で、それで、バフがけするっていう感じですよね。で、これを完全に消すんだったら、やっぱ1500番とかから始まって、さっとこう磨けば、1500番でまあ磨いて、その上に2500番当てるか、もしくは本当に切削能力が高いコンパウンドで、がっつり磨くかっていう感じですよね。じゃあね、まあ、これね、ここはもう当たっちゃってるんで、この上からはね、
どうしようかな、この上からまた2000番でちょっと軽く当てて、で全体的にまた2000番で当てて、バフ掛けしていくって感じにしましょうかね。一応ね、ここまではこう終わってるんで、こっちはやらないですけどね、ここの本当にここのクォーターだけこれから、やります。ちょっとねビデオがね、ここ磨いてて、見てくださればわかると思うんですけども、かなりね同じような作業も永遠やる感じなんで、ちょっとね、見てる方もね辛いかもしれないですけどもね、辛抱してみてください。はい、ではねやっていきます。で、まずね、これ1500番で当たってるってさっき言ったんですけども、これね1500番はね、こういうやつですね、トレカットってやつですね、こういうやつです。でピンクで、1500K1500 って書いてあるんですけども、これが1500番ですね。で一応ね、これのシリーズなんですけどもはこういう感じです。で、ピンクっていうのがこの1500番ですね。でうちで在庫であるのは、今使ってるのはですね、このブラックの3000っていうのと、あとこのグリーンの2000で、この下のピンクの1500、この3つね、これが2000で、これが、ブラック、3000ですね。これブラックはねほとんど出番がないんで、これなくなったらね、もうちょっと頼まない、頼む予定はないんですけども、ただねやっぱりね、完全に磨き終わった後に、あれここにちょっとトラブルがあるなってなった場合、1500番で当てちゃうとやっぱりねそこのね、ちょっとね深く入りすぎちゃうんですよね。そこだけ溶けて、ここだけ溶けちゃって、そこの、他の部分とのこの間がね、差ができちゃうんで、この肌の差ができちゃうんで、本当に深いやつは無理ですけどね、トラブルで深いやつは無理なんで、ね、まあ、それはね、この今やってる段階で、防げてるんで、その最終的に仕上がってあれっていうのは大体ね、細かい浅いやつなんですけども、そういった場合にブラック使いますね。ただね、まあ、ブラックうちもね、普通のね、これフィルムじゃなくて普通のですね、こういうなんだこれはね、なんかスーパーアシバフレックス、このシリーズで、2000とか3000とかね、2500とかいろいろあるんですけども、まあ、これはどこだっけこれ、このコバックスのね、このシリーズは、大体これと同じなんで、ブラックは3000で、ね、ブルーが2500番なんで、グリーンが、2000番でっていう、まあ、大体色でねこう分かれてるんですけども、このブラック3000っていうのはこの、カットだけなんですよね。あれどうだったっけかな、ちょっと分かんなくなっちゃったな。まあ、ちょっとその話はねもうちょっと分かんなくなってきちゃったんで、やめます。まあ、3000と2500は大体同じような感じで、まあこのピンクとオレンジが大体似たるような感じですよね。ここのでグリーンだけが真ん中で、って感じですよね。そんな、私個人的にはなんかそんな感じですね。で3000だと、結構ねこうやっててもね絡みが一応絡み防止剤が効いてるんですけども、そんでもね絡んじゃうんですよね。で作業性悪いんで、2500番うちで、一番細かいやつで2500番を使っているような感じですよ。で、このトレカットのブラックは、まあ、昔からね、使ってて在庫があったんでそれ使ってるって感じなんですけども、まあ、これ3000なくなったら次はね、このブルーの2500、置いといても在庫で置いといてもいいかなってちょっと思ってるんですけどね。まあそんな感じです。ブラックブルーこの2000と2500似てて、1500と、1200が大体近いですよね。で、
ピンクで、1500番でこれやって、ここだけ目消しするのが大変なんで、このグリーンのね、2000番で、やります。で、でトレカットでね、ブロックで、こういうね、こういうのありますね、これがスタンダードのブロック、8面カットのブロックです。でこれトレカットのブロックで、あのスクエアになってるやつですね、カーブになってる、この R のところはこの逆反りしてたりとか、あとあのピンポイントでね、あのこうやる場合とかは結構いいですよね。で、まあ主に使うのはねこっちですね。で、この、グリーンで、こう貼って、ちょっとね若干でかいんですよね、で私はこのギリギリでこっちの角にこうギリギリで合わせて、でこれでやったらここの空いてる部分あるじゃないですか、ここはまだ使え、こうやっててもね当たってないんで使ってないんですよね。そしたらあのこれ剥がして、逆にこうずらして、こっちを角にしてこうやるっていうね、そういう感じで使ってます。では、ここをね、やっていきます。本当にね、まあ、軽く、こう当たってるようなね、軽く当てて、ただこのこれがこうふわふわこうしてたんではしょうがないんで、これはね指でガッツリね、これはグッて固定して、でこっちは当てるのはね、軽く、こすってる感じですね。こうね、でちょっとね、若干広めに、こうやっていきます。若干広めにやらないと、一応マークでここがこうマークになってて、ここは間違いなく当たってるんですけども、まれにねちょっと飛んでこう当たってたりするんで、それを防ぐのにね若干ね、ちょっと広めにこうやります。で、縦横でこういう感じですね。ね、こういう感じで、他のね、こうやったところもねやっていきます。ではね、一通り全部ね、こっち他のここ以外のところも終わったので、やっていきます。でね、2000番の、このグリーンで、やっていきます。で、このコンパクトツールの、これダブルアクションなんですけども、まあ、ダブルアクションというかトルネード、名前なんだっけかなこれ、こうダブルアクションは、こういうね円をこう描くようにこう回るやつなんですけども、これはねこうねこう振動するようなね、こう一定方向にこう振動するようなね、そういう感じの、高速にこう振動してこう削るっていうね、やつですね。でこれに中間パッド、スポンジ、これ当てて、でマジックテープなんですよね。でこっちの中間パッドもこっち表面マジックテープなんですけども、このマジックテープの目がこっちに映っちゃったりするんで、これをね干渉させるためにね、これねスコッチブライト、スコッチね、これ当てて、でこれで、これ剥がすとこれね、マジックテープなんですけど、これでね、まあ、密着は悪くなるんですけど、目がねこっちに映りにくくなるんで、これでやっていきます。ちょっとね音大きいんですいません、じゃあやっていきます。
ね、こういう感じで、馴染みますね。で、これで研いだんではまだこの肌がね、潰れてませんので、この肌もねある程度こう伸ばすんで、まあ、伸ばすのと潰すの、まあ、同じ、表現なんですけども、これでねやっていきます。あのもっとねガンガンねかけていきます。こういう感じでね、全体的になってきます。まだねまだ潰れてないですよね。この辺ねまだこう目があるような感じしますよね。これをね、永遠ね、かけてやっていきます。じゃあねちょっとね、ビデオをね止めて、進めちゃいます。
はい、大体ね、終わりました。で、まあね、まあ大体大丈夫だと思うんですけど、まあ、よくね、こう見ながらね、でね、まあ大体ね、小1時間ぐらいの、まあね、ここまでのね、で、あとね、このバフ掛けもまあ1時間ぐらい、ですので、まあ大体このパネルでね、2時間ぐらいですね。で、ゴミもそうですけども、何でもね、弾きがあったところっていうのはやっぱりね、もっとね時間かかります。弾きもね1個2個だったらねそうでもないですけどもね、これが10個20個30個って増えていけばね、それだけ増えていくんで、もう弾いちゃったパネル、これ処理する前の弾いちゃってるパネルはですね、だいたいねこのワンパネル、4、5時間やってた感じですよね。ですんで1日でパネル2枚ぐらいしか進まないんですよね。そうするとやっぱりあっという間にね1週間経っちゃうんですよね。結構ね、そんなかかんのって思われるかもしれないですけどね、かかるんですね。ではね、これね、バフ掛けやっていきます。これからね、バフ掛けしていくんですけども、使うコンパウンドはね、ケイテックの、ゾーブラック、これ使っていきます。で、まあ、軽く磨いてってよ言ってますけども、まあ、がっつりね、磨いてはいるんですけど、なんで軽くって言ってるかというと、まあ、それで終わりじゃないっていう意味で、まあ、軽くっていう感じで、そういうね、ちょっと曖昧な、言い方で、勘違いされている方もいると思うんですけど、すいません。とりあえずね、このゾーブラックで、かなりねこれ優秀なコンパウンドで、本当になんていうんですかね、1000番まではちょっと行き過ぎですけど、1300番、まあ多分メーカーでは1000番ぐらいからいけるって書いてあったかな。1300番 の、 コバックスのね、ペーパーがあるんですけども、それをねギリギリ消せるぐらいの、感じがしますね。で1500番なんかはもう余裕で消えます。で、何がいいかというと、それで消えてなおかつその消すっていうのは粒が粗いコンパウンドでやるんで、その粒の粗いコンパウンドのこの粗めがまた今度、コンパウンドでこうバンテを上げていって、そのコンパウンドの目を今度消すっていう作業をやっていくんですけども、これはねこれ1本でかなりいいところまでね行っちゃうんですよね。ケバフで、これ、ケバフですね。でケバフでこれが、コンパクトツールのケバフなんですけども、これがカットオフの、ケバフなんですね。これが一番ね、切削力があるケバフです。で、まあ、エッジがねこう立ってて、このね、上手に使えばね、この角でもね隙間とかにも研げるんで、こういうカットのこれが一番ね、研げるやつです。でコンパクトツールの、これの次にあるのがこれですね。これもまあ普通の、縦縞の、ケバフなんですけども、スポンジがね、こっちはだなんかちょっと張りがあるんですけども、これはね、まあ、張りっていうかもう柔らかいっていうね、まあ、そんな感じのものですね。スポンジもこっちの方が硬くてこっちの方がまあ柔らかい、って感じですね。どっちかっていうとなんかちょっとね腰があるような感じで、まあこれはねちょっとポニョポニョしてるような感じですよね。で、切削能力はねやっぱりこっちの方が強いです。でこれがまあスタンダードみたいな、位置づけなのかな、これがあります。でこの上にね、この毛がね毛が長い、これ江戸よりもねちょっとね毛が長いんですね、これね、これが、あるんですけども、これの
まあ、次つがまあ同じぐらいかな。まあ、若干こっちの方がね、とげますけど、これはね、どっちかというと、あの、隙間ですよね。これ R 面とか、凹凸が深いところ、こう逆は、まあ、R ですよね。こう、膨らんでる R じゃなくて、こう、こういう R 面ですよね。こういうところにね、こう入るんで、毛が長いね、こういうのがあります。で、大体ね、このケバフを駆使してやっていくんですけども、コンパクトツールでは、出してないと思うんですけども、こうストレートのこのあのしましまとこれプラスこの、縦しまプラスこの横じまっていうのがあるんですよね。で、まあ、それクロスになってるやつがあるんですけども、それはちょっとね、熱を持ちにくくして、こう焼けをな、やっぱこのガーッとこう擦ってますとそこが熱くなるんで、そのね、焼き付き、防止っていうのもあるんでしょうよね。あのこのクロスにすることによってね、それもあります。そういうのもあります。それはね、やっぱこのストレートのね、一方向のこの縞のよりもやっぱりね、あの切削能力は落ちます。ただ、そういうね、夜景とかそういうトラブルとかは起きにくい、バフになります。で、このケバフである程度ね、このゾウブラックでいいところまで持ってった後に、こういうね、中間の、こういうスポンジがあるんですけども、このスポンジでね、この、ペーパー目というか、あのこのバフ目をね、このスポンジで消すような感じですね。でこれもね、これ TN スポンジって言って、うちの問屋さんオリジナルのね、部品、商品なんですけども、これとあとこのね、TN スポンジのねグレーっていうのがあるんですけども、これだいぶ前に買って出番がなくてそのまんまになっちゃってるんですけど、こういうのもあります。でこれでやって、これは、仕上げのコンパウンドで、やるような感じですよね。まあ主に、これと、これを使っていきます。で、あと別の話なんですけども、で、コンパクトツールもね、これはあの TN なんですけども、TN のケバフもあります。で、まあ、これと同じなのが、これですね、コンパクトツールのこの黄色のスポンジ、でこれ耳ありと耳なし、あります。で、まあこれ終わったら、まあ、これ感じ、これとこれ同じな感じですよね。で、その後にね、この耳ありのこれとこれは同じ感じですよね。この黒はね、こういう感じです。で、この上にね、この中間、まあ、上っていうか中間ですよね、にこの、こういう白いのもあるんですよね。なんで、まあ順番的にはあれどっちの細かいんだろうな、こっち黒のが細かかったと思うんですけど、まあ、こういう感じですよね。でこう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 ね。でどん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 やっていくんですけども、白い車なんかですと、これ使ってこれでもう終わって、あともう拭き上げて終わりみたいなところまで行っちゃいますよね。で黒い車とか、濃い車は、さらにねこれでバンって上げていくんですけども、大体ここまでいかないですよね。大体ここで、終わって、って感じですね。よっぽどあの黒で、すごいやつなんかはこう行ったりとかしますけど、まあまあまあそういうのはまずね、年に1回やるかないかぐらいで、ほとんどねこれ出番ないですよね。で、これはこれとこれのスペアですね。で、回数がね、2つうちでは使ってます。これが180杯で、これが150杯ですね。で、180杯はやっぱ広いね、ボンネットとかそういう広い面積ではいいですけども、やっぱりね、途中ドアとかね、屋根とかでもリブが入ってたりする場合は、やっぱりね、これだとね、ちょっと大きすぎて、あの扱いづらいところはこっちでやってます。で、やっぱこっちの方が研げる、あの目がでかいんで研げるんですけど、まあ研げるがゆえに、まあ、あのこっちの方がね
小回り効くんで、こっちで小回り効かないところで無理してると角がね、出ちゃったりとか、そういうトラブルになるので、まあ、こううまくね使い分けてやってます。で、気に入って使ってるね、このアストロプロダクツのね75パイ、これ80パイかと思ったら75パイなんですね。これもね、あの小さいねダブルアクションでやる場合はこれでやってます。でこれもねアストロの125パイなんですけども、これとあと150パイっていうのあるんですけども、ちょっとねこれは、使ってはね、非常にいいんですけど、ちょっとねこのエッジがねちょっと硬いんで、ここ当たった時ちょっと当たっちゃった時にね、ちょっとなっていうのがあるんで、まあ、これはちょっとね微妙な感じですよね。これはね若干ここ角を落としてあって、このパッドよりも若干このスポンジの方が大きいんで、これはね問題ないですけど、これちょうどぴったりだからちょっとね問題ありなんですよね。これ本当に 2,3 ミリこのパッド面を小さくしてくれればね、か、まあ、パッドがこれ125でダブルアクションの、ここに合うんで、もうちょいね3ミリぐらい口径ね大きくするしてもらえれば、最高だと思うんですけど、であとアストロでは、これもアストロオリジナルのソフトスポンジですよね。であとは、いいなと思って買っておいてあって、ずっと使ってないのはこのR ラウンド型のね、こういうスポンジがあるんですね。こういうラウンド型で、まあこの回るところね、つくところがこの中に入っちゃうんで、このね R が角が当たりにくいっていうね、なかなか良さげな感じでどんなもんかなと思って買ってね、使ってないんですけど、まあこれねベントレーでね、チャンスがあれば使おうかなと思って。思ってます。でこれを買いに行った時に、これね、買いに行った時に、これを買ってきたんですけど、これのお友達で、まあ、こういうので、ケバフなんですよね。でこれもね、一応説明ではね初期の、ケバフって書いてあったんですけども、まあ、初期で使っても全然問題ないんですけども、普通にね、細めで使っても問題ないと思うんで、ちょっとねこのゾーブラック終わった後に、最後にねまた、この部品組んで最後、終わった時とかにねまた磨くんで、そういう時にねなんか使えればなとちょっと思ってます。こういうね、いろんなねパッドがあるということで、こういうのね駆使してね、やっていきます。ではね、まあね、これもね角が当たらないようになってるんで、こういうところもね、便利なんですけどね。でもやっぱりこれもねこうツバが出てるんで、まあこうまあなんとなくいけちゃうんで、まあメインで使ってるのはもうこれですね。ではね、こっちのね、この150倍でねコンパクトツールのこのパッドを使ってやっていきます。これはね180倍用の、このねこの受けが180倍用のこういうやつなんですけども、まあ、使い方はねちょっと間違ってるんですけど、無理やりねこうつけてちょっと、ね、センター出しがねなかなか、まあ、このぐらいになってればよくつけて、で、ちょっとね使い方はね間違ってますけど、ここね出っ張ってるんで、これね十分注意してね、やっていきます。でまあこうやってもね、まあ、こうやることはほとんどないんでね、まあ大体こんな感じなんで、これでねやっていきます。じゃあ、ちょっとねつけて、これはねシングルアクションですね。
ね、まあ1回ではね、なかなかいかないですけど、まあね、結構ね、いいとこまでいきますよね。でこれでまあ大体2回、3回やって、で、こっちのスポンジの方に移るって感じですね。まだね、ここら辺にちょっとね、バフ目っていうかまあまだねちょっと研ぎ足りない磨き足りないところがあるんでここをね、やっていきます。で、前にね、紹介した、Amazon でね購入したラウンド型のバフをちょっとね、ここで使ってみようかなと、思います。あとは良さそうですね、結構ね、この溝のこの谷になってるところですよね、ここ結構ね、研ぎづらいんで、残っちゃうんですけど、まあ、とりあえずは大丈夫な感じですね。まだね、ゾウブラックでやっただけなんで、このね、上の番手上げてまたここもね、重点的に磨けば取れるそうなぐらいの、この辺のね、そのぐらいのレベルですので、ここはね、ゾウブラックでやらなくても良さそうですね。あとね、こっちね、今からやっていきます。これ、使っていきます。このラウンド型のですね、今ね、これ袋がね、ずいぶんちょっと硬いなと思ってこれ開けてるんですけど、ちょっとね、これ、まあクリップ取ったんですけど、ね、これジップロックになってるんですよね。ジップロックってこのチャック付きになってるんですね、これね、これ袋をそのまま使えてすげえいいですよ、これね。
これ使い終わった後、この中で溶けばね、汚れないんでね、なかなかナイスですね。結構ね、なんていうんですかね、紐をこう、より紐をこう重ねていったような感じですね。でこれはここは真ん中は抜けてるんですね。じゃあちょっとつけて。でも結構でかいっすね。この一回りぐらい小さくても良さそうな感じするんですけどね。なかなか中心がちょっと。まあね、最初ね、これ結構ね、これ手抜けてますけど、これね、見えますかね。ちょっと動画で見えないかな。この辺ね、もう、これ。これね、これ毛、結構出ますね。まあでも、これ許容範囲ですね。まあ、こんだけね、手長いんで、最初はね、どんな毛枠でも、まあ、そんな、いつも使ってるね、コンパクトツールのやつは、一回洗ってあるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、そんなにあれはね、まあ、出るのは出るんですけど、そんな気になるほどは出ないですよね。まあ、許容範囲じゃないですかね。でこれゾーブラックとあとユニコンの8000シリーズの、ペーパー肌調整のね8020だったかな、とちょっとブレンドして今ちょっとね実験的にこれ使ってるやつなんですけども、これでねやっていきます。抜けるな、これ犬の結界ぐらい抜けるこれ。
構ね、本当に、ね、出ますね。こうやっただけでこのぐらい、これ出ますね。これ一回使う前に洗濯機にこのままぶっこんで、あ、でも洗濯機入れたら他の洋服についちゃうし、フィルター詰まっちゃいますよね。エアブローでバーって一回やればいいのかな。でもこれ構造的にこれずっと抜け続けるんだったらちょっとこれ問題っすよね。毛が長くて、そういう構造なんで、ここはね、いいですね。あとここもね、ちょっと軽くこれやったんですけど、まあ均等にグッてやったらやっぱ角当たっちゃいますけど、まあ、ほどほどに、まあ、グッてやらずにその毛だけでこういくようにすれば、まあ、結構ねこの中までねこう当たるような感じしますよね。なんで物的には本当にいいですよね。ただちょっとこれ毛抜けるのがちょっとね、まああれですよね、ネックですよね。まあ使って、まあちょこっと使ってね、もう毛がすぐ飛ぶのが止まれば、問題ないですけど、このずっと、バフがダメになるまで出ちゃったらちょっとね、ちょっと考えもんですけどね。あ、これで、まあまだちょっとね、これまだあるな。ちょっとね、画像ではちょっと見えないと思うんですけど、これにねちょっとバフ目がこう結構出ちゃってるんで。まあ、ちょっとこれのバグのせいかもしれないんで、ちょっとね、一回、このね、緩い方でちょっと、スポンジでやってみます。
ちょっとね、このケバフで傷になっちゃってる感が少しありますよね。うん、ちょっとね、ちょっと考えものかな。あとでちょっとね、このボディ全体でね、やって傷になっちゃったら、まああれなんで、ここだけで、とりあえず済んでるんで、R のところはね、ちょっと見づらいんで、ちょっと。ちょっとなんですけどね。うん、まあ、ちょっと、ちょっと今回はね、ちょっとあの、ラウンドバフはちょっとね、使うのやめた方が良さそうですね。コンパクトツールの、これで磨いて消えてるところを、まあ、あれでやって、まあ、スポンジで、これの後スポンジでやって消えてるところをあれでやると、結構傷残るんで、でこれだけでやってもね、残らないぐらいの深さの傷が残るんで、ちょっとね、あれは、ちょっとやめます、使うの、でまあまたね、あれはあれでまたね、使うチャンスがあるかもしれないんで、これはこれでね、置いておきますけど、で、これのね、毛が長いコンパクトツールの、ウールバフがありますので、それ使ってね、次にね、磨く場合は、それでやっていきます。ゾウブラックの上のコンパウンドで、の仕上げ用のコンパウンドで、まああれ使ってこれね、これ使ってやろうかと思ったんですけども、まあ、ちょっとね、パイ数が大きすぎるのと、ちょっと毛がまあ抜けるのはまあいいとして、ちょっと傷がね、なんか入るんで、ちょっとね、荒研ぎ用で使った方がいいのかなぐらいな感じでしたからね。まあ、まあ、いろいろありますからね、ちょっとね、まあ、そういう感じです。で、じゃあね、大体まあ、もうあとでちょっとね、ここもう一回ね、ちょっとよく、ちょっと目でね、今埋まっちゃってて、これワックスが効いちゃっててね、こっちのあのユニコンの8000シリーズがちょっと油分が結構あるんで、ケイテックに比べるとですね、ちょっとね、その傷が埋まっちゃうんで、目視ではちょっとね、見えないんですけど、ちょっとね、一発だけかけて、でとりあえずね、マスキングをね、剥がして、丸裸にします。じゃあね、マスキングね、これ養生したやつをね、剥がして、いきます。これからね、これ剥がしていくんですけども、結構ね、ホコリとか、あとブースの、ブースじゃなくて、コンパウンドでね、残りカスとか結構ついてますんで、これね、エアーでシューシュー吹きながら、で、ウエスでね、吹いて、で、剥がしていくんですけども、こう舞うんでね、ブースのファンも回します。で